三之助でございます。いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。あのね、今日もどこかでという動画は、大体いいあの旅先でのものが多くて、えー、アルファン s 3というですね、えー、こちらのカメラ、これで大体いい撮ってお届けしていることが多いんですが、今日 iPhone で撮ってんですよね、えー。今この動画を撮っているのは iPhone 11 Pro Max、えー。11ですよ、11ね。 えー、ですから、2年前のスマホっていうことになりましょうか。まあ、あの、皆さんもご存知だと思いますが、新しく iPhone 13、ーンっていうのが出まして、私もね、買たず2年ぶりに、えー、スマホというか、iPhone を新調いたしまして、それがこちらでございますね。これね、もう新しい、あの、ケース、ちょっと特注で頼みましたが、私の趣味がここへ出ちゃってますけど、この、まあ、あ 新しい iPhone が来たんで、ちょっと iPhone で動画を撮ってみようかなっていう気になって今喋っております。で、こちらは iPhone 11。2年前のカメラ。そして非常にこの、なんていうのかな、動画を撮る、えー、環境としては劣悪な。えー、照明も何も足いてないです。うちの中、ただうちの中の照明がついてるっていうだけなので、かなり暗いですよね。 えー、暗いところはスマホの動画ってのは苦手としているところなんですけれども、まあ、2年前のカメラでどのぐらい撮れているかっていうのがちょっと心配ではありますな。まあ、それでもその頃は、まあ、ピカイチなカメラでしたから、まあ、まだまだ現役であってほしいっていう気持ちも込めて今回しております。で、今ご紹介したこちらを使って、えー、違いを見比べてみようと思うんですがね。えー、じゃあ切り替えてみましょうか。 ね。じゃあ、iPhone 13 Pro の動画、こんな画質になります。はい。ということで、これは、iPhone 13の映像でございます。 えちょっと画角が変わったかもしれませんね。まあ、カメラを取り替えたってこともあるんですけど、大体こんな感じかと思います。えー、何か違いわかりますかね、えー、後で私も確認しようと思うんですが、今回はですね、いつも 4K でお送りしてる、まあ今日もどこかでという動画なんですけれども、これはあの、1080p 普通の ハイ、はい、ビジョンですね、えー。こちらでお送りしております。フレームレートは24ということで、まあ、カメラの性能ギリギリいっぱいまでっていうのも、ちょっとどうかなと思って少しこう、なんだろう、本体的にはおまけの ちょっとこうギュッと一手二手落としたような感じで、えー、撮ってみておりますがね。どんな感じになるんでしょうか。まああのー、カメラが随分今回は変わったということで期待してるんですが、まあさっきも言いましたけど、この劣悪な照明の、まあ、明かりの下でどのぐらいこノイズの乗り方が違うのかとか、撮れ方が違うのかっていうのが気になりますね。なんならこれでね、 えー、旅先でも撮れたら、まあ装備としてはとても楽になるんで、マイクもこれ今カメラマイクですから、まあ結構後ろに今電車の音がしてると思いますけれども、こんなのも含めて、まあお手軽に撮れたら、それはそれでいいのかな、なんて思ってるんですよ。えー、まあいろいろこう標準の設定でということで撮ってますが、まあ iPhone 13はもっと まあ画質を上げるということができるんですね。で、えー、この、まあ、解像度とフレームレートの設定のまま、これ今普通の、まあそうですね、フィルミックプロを使ってますんで、フィルミックプロの、まあ普通の設定ということになってますけれども、もうちょっとあの、コーデックがいろいろ用意されてますで、プロレズっていうのがあるんですよね。プロレズで、 取ったらどのぐらいになるのかなっていう何も違わないよって言ったらこれが一番いいんですけどプロレスでのまあ画質ちょっと細かいことやってると時間かかっちゃうんで、えー、簡単にプロレスにしてみましたってことで見てくださいそれでははいこれがプロレスの画質ということになりますまあ同じカメラで撮っているんですけどコーデックといってまあどういう風にそのデジタルの 動画にこう変換するかっていうところですよね、えー、でデータ量が大きくなってしまうものもあればあまあ小さくて済むっていうものもありましてまあ iPhone はもともとそんなに動画のサイズが大きくならないようにできてるんですけれどもこのプロレスだけはですねこれ最高のプロレス品質ではないんですが、えー、LT っていうプロレス LT っていうコーデックなんですけどもまあだいぶ少ないとはいえですね まあこうやってくだらねえことパーパー喋ってますけど、もう今 iPhone の中身がえらいことになる。もうこんなのたくさん撮ってたらあっという間に iPhone いっぱいになっちゃうよっていうぐらいのまあ品質なんですが、まあさっきとあんまり変わらないと言われれば、ねえ、何もここまで使うことはないのかなっていう気もするんですよね。まああの、前回の iPhone12 からなんですけど、10bit っていうこう色域の広い まあ撮影ができるようになって、これももちろんそういうことになってるんで、えそのあたりでまあね、たくさん撮れた方がいいんじゃないのかと、これも今撮りながら、もうどんだけ容量がいってしまうんだろう、これをどうやってこの PC に移すんだろうってビクビクしてますからね、あまり長回しはしたくないという感じでございますが、で、私が好きなのはやっぱりログ撮影が好きなので、まあログ撮影っていうのを説明すると長くなるんですけど、ちょっとこう色を自分でいじったりする、そういう モードがあります。で、せっかくですから、ログ撮影にちょっと戻してみましょうかね。はい、えー。これがですね、えー、まあ、ログ撮影といいまして、ちょっとこう色味を後でいじるようなそういう設定の。 まあちょっと詳しく私こと説明うまくできないんでボロが出ちゃうんですけどそういう撮影方法ですねなんかぼやーっとこうなんか薄めたいって感じの今映像ですがこれに加工を加えてまあいつもお送りしてるんですこの α7S3 もログ撮影をしてまあ色を戻すっていう作業をしてるんですがね色を戻すとこんな感じはいこんな感じになりますこれでまああの結構 見られる画質にななったんじゃいいかと思いますよね、まあ、こういう感じで iPhone でも撮れるんだったら、まあ、今後ですねまあもちろんこのカメラも愛用しておりますんで回していきたいんですけど気軽になんか撮ったりするのにはこっちもいいかなっていう外撮りとかねまあこれ室内で今日は非常に条件悪いんですけどあの外だったら大変綺麗に撮れるんじゃないかっていう期待を込めてちょっと試写しておりますがどうだったでしょう皆さんも あの、iPhone 13、1ン持ってる人いらっしゃるんじゃないですかね。えー、せっかくいいスマホにしたんですから、あのー、ぜひ動画を撮ってですね、えー、みんなで楽しもうじゃありませんかということですな。まあ、これで落語の講座を取ることができるのかどうか、まあ、バッテリーの問題もあったり、どうなんでしょうね。試してみたい気もするんですが、とりあえずは、まあ、買ったばかりということで、死者でございます。 どうだったでしょうご感想など聞かせていただけると嬉しいですな、えー。今週末は札幌に伺うことになってますので、このスマホと共に札幌行ってなんかいい絵が撮れるといいなぁなんて思っちゃいますがね。よかったらチャンネル登録といいねボタン、それからベルボタンですか。いろいろプチ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 押していただけるとありがたいです。それではまたお目にかかりましょう。